僕らが思っているヤクザっていうのはもう日本から消えてしまって、生きる場所がなくなって、今いるヤクザっていうのは経済ヤクザというか、お金をいかに儲けるかっていう、それが彼らの仕事になっていて、我々は憧れてたヤクザっていうのはお金よりも大事な義理とか人情とか、そういうまあ、ものが、生きる中心にあってっていう、もうだからもはや僕らの作ってるヤクザ映画っていうのは日本においてはもうファンタジー映画に近いものになって、男といえばヤクザ、そんな時代があった。我が血を受け継いでヤクザヴァンパイアの道を行け。まず映画以上に実際のヤクザたちが、大きく変わって、それは法律で、かつては、民間の、の中のバランスを取る抑止力としてのヤクザ、そのどうしようもない不良たちを取り締まるためにヤクザという集団がいると警察も楽だったわけです。悪いことをする奴らのある意味では秩序を守るためにもう役に立ってたんだけど、もう全部そういうのを、はい、もうこの平和な時代に豊かにな、経済的に豊かになった日本の中で悪いことをやるやつ、前以前は頼りにしてた人たちをもう排除して、怖い怖いヤクザがさ、ヤクザ怖えぞ。やりたかったのは、そのもう今いなくなりつつあるヤクザたち、言ってみる社会から見ると、不必要などうしようもない悪いやつら、くだらないやつらっていう人間たちが、なんとか生き延びようとバタバタと騒動を起こしていく中で、主人公の男ボクサーと、ヒロイン主人公の女の子2人が出会って、そのヤクザたちのトラブルに巻き込まれるかことで、一つの、小さな、恋が生まれるわけですよね。でそれと引き換えにヤクザたちは全部みんな死んでいく。彼らがヤクザとして生きた人生をかけてたった一つ残した美しいことっていうのが、二人を出会わせて恋を作るっていう。市川、あっけ、頭、いや、加瀬、お客さん連れてきてやったぞ。平和になることはみんな望んでるんだろうし、自分もそうだけど、でもなんかあるものをないようにしてしまうっていう感覚っていうのは、その映画界ではヤクザ映画がどんどん減っていく。要は、ヤクザは映画の題材としてかっこ悪いやつらっていう、もう変化して、これから先あまりヤクザ映画っていうのはなかなか作られない。あの昔こんなやつらがいてこういうヤクザがいたんだっていう昔のお話、時代劇としては作られるかもわからないけど、現代のヤクザっていうのはもうなかなか映画の題材にはならないと思う。